でおります。箱からも出しておりません。忘れておりました。お疲れさん。はい、お疲れさまです。すみません。いいよ。いや今久々にさ、はい、コミスタ TV 見てるさ。はい、やっぱ面白いね。いやー面白いですね、やっぱコミスタ TV は。はい、コミスタ TV のさ、対決のところでさ、あの元さん勝ったやん。お前自作 PC プレゼントするって言ってなかった？はい、言っておりました。実はね、あれともう作って後藤さんにお渡しはしてやる。まだ送っておりません。まだ、はい、パーツも穴など発注して届いてるやん。はい、まずは置いたまま。まだ箱からも出しておりません。マジで？はい、完全に忘れておりました。忙しいのはわかるけどさ、お父さん思ってるよ。どうすんの？でもパーツも全部揃ってるやん。パーツも、あと組み立てるだけやろ。組み立てるだけです。責任持って今から作らせますんで、もう少しだけお待ちください。よし、はい、作っていきます、はい、じゃあまずはパーツの紹介をしてもらっていいですか？はい、パーツの紹介ですね、じゃあまず CPU からいきたいと思います、はい、CPU が、AMD Ryzen の Ryzen 3の3200ですね。はい、そんなハイエンド PC では、CPU ではないんですけども、まあ、十分ゲームとかは、楽しめるんじゃないかなと思います。結果ミノシセレクトですからね。そうですね、このパーツすべてミノシが選んだので、はい後藤さん楽しみに待っててください。はい、続いてこちらマザーボード、こちらが QFB450 プラスゲーミング、モーターボード B450 プラスゲーミング、モーターボード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 、マザーボード見えますかね、ライゼン用の、はい、マザーボードなので、インテル用とかいろいろ分かれてるんですけども、まあ、今回ライゼン用のマザーボードにしました。はい、そして、まあ、主役といってはなんですけども、こちらがグラフィックボードでございます。こちらが、GeForce GTX の1650 1650ということで、こちらも十分楽しめるぐらいのスペックになってますので、はい、よろしくお願いいたします。で、あとは続いてメモリと SSD 両方紹介していきます。メモリはバイパーの16ギガのものですね。はい、で SSD がクラシア、の240ギガバイト。まあ十分あります。はい、そしてこちらが電源ですね。はい、550W の電源にしたので、まあ、十分、電力を供給できるんじゃないかと思います。で最後に OS ですね、Windows 10を入れたいと思います。はい、あ、最後はケースです。忘れてました。最後にこちらが今回のケースでございます。ダダダダダダダン、
はい、入りきってない。あのめちゃめちゃでかいです。わかりますかね。こっちのカメラないかな。はい。結構でかいです。コミュスタの PC、ゲーミング PC と同じぐらいでかいです。はい。なので持ち運びはあれですけども、まあ、まあ、モエキュンさんのように、器がでかいモエキュンさんのように、まあ、でかいケースを選びました。お願いします。はい。これでパーツ紹介は、終了でございます。はい。じゃあ早速作っていきましょう。はい。行ってきます。はい。ということで、まず、マザーボードと、CPU と、メモリの開封が終わりましたので、まずこの3つをガッチャンコしていきたいと思います。まずは CPU ですかね。まずは CPU からですね。はい。CPU が、見えますかね。ここに取り付けるんですよ。はい、でこの取り付け方のコツじゃないですけど、まあ、コツっていうコツでもないですけど、まあ、向きですね。でライゼンの CPU の角に、三角のなんかマークじゃないですけど、金色のこうはい、見えますか、ここですね、この角に三角のマークがあるんですよ。これを、こっちにもあるので合わせてあげるぐらいです。はい、はい、これでCPU の取り付け完了です。いいのかな。はい、はまっております。そしたら次は、メモリを取り付けたいと思います。はい、カチッって言うまで押し込んでください。今カチッって言いました。これで CPU とメモリの取り付け完了でございます。では続いて、CPU クーラーを取り付けていきたいと思います。ということで、まあ、ものの3分5分ぐらいで、CPU クーラー取り付けましたので、はい、やっぱ手慣れてるというか、じゃあ続いてケースに、マザボをつけていこうと思います。はい、これでマザーボードとケースが見えますかね。はい、ぽくなってきましたね。ぽくなってきましたね。はい、で、次は、電源をつけたいと思います。はい、できました。電源が取り付け終わりました。じゃあ次は何をしましょうか。電源をはわしていきたいと思います。来ました、来ました。で続いて、今回の主役、
グラフィックボードを取り付けたいと思います。はい、それがこちらですね、 GeForce の ZTX1650 ということで、はい、取り付けていきたいと思います。これでグラフィックボードが取り付け終わりました。で、あとはもう、SSD つけて終わりですかね。お、ゴールが見えてきましたね。 OS 入れて終わり。なので、あともう最終コーナー回ったくらい、最終コーナー回ったくらいですね。よし、じゃあつけていきます。はい、つなげました。これであとは綺麗にして OS 入れて完成ということでございます。では綺麗にしていきたいと思います。はい、最後透明のケースを、透明の板をつけて、そうですね、反対側ここをつけてもう終わりですね。できました。よし、これちょっとこう舐め回す感じで撮りますとかって。あとは OS をインストールして、はい、ついに完成ですね。はい、完成です。ちょっとこっち向けながらやりますか。着きました。無事、Windows も起動いたしましたので、まあ、これにて完成ということでございます。いやー、30分ほどですかね。はい、結構時間かかりましたが、なんでしょう、まあ、無事に完成したことが一番嬉しいというか、なんか問題なかったことがまあ一番良かったかなと思います。そしてやっぱあのお待たせしたあのモインキューさんにすぐに、お届けいたしますので、もう少々、お待ちいただければなと思います。はい、いかがだったでしょうか。結構360度から見ると、まあ、後ろから見た時と前から見た時と、まあ、いろんな顔が見えて、ミノシも我が子のように思っておりますので、結構でかいですけど細いので、隅に置いていただければちょっと邪魔にならないと思いますので、大切に使っていただければなと思います。あと3ヶ月半もお待たせいたしまして本当に申し訳ございませんでした。やっと、お届けできますので、こちらを使っていただいてゲームの腕も磨いていただきまして、またコミスタでお待ちしておりますので、
その時はよろしくお願いいたします。本日は、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、バイバイ。